くれたあのヘッドライトがまあ欲しかったっていうのはあります。術者の目線で見たところが明るくなるということですね。ただその場合でもやはりいろんな自分の手とか自分が持ってる機械が影を作るんですよね。そこが今回のオペラ3は改善してるんじゃないかと思います。通常のヘッドライト我々今かなり軽量のを使っているので、それと比べると少し負担にはなるんですけども、まあでも3時間ぐらいの手術ですと大きな負担にはならないと思いますね。そういった既存のヘッドライトとですね、調整の仕方が少し違うので、まあ、慣れるまでには多少時間がかかると思いますが、一度焦点さえ光源の強さとか位置がはっきり決まればです、ね、あとはもう最後まで何もいじる必要ないですね。この手術はさらに左の前方開胸を加えて、まあ、小切開になるんですけども、そこから横隔膜の放縮術とか、あるいは神経の確認をしなければいけなくて、その場合にもやはり非常に術野の作り方、中の光源をいかにそこに照らすかが非常にいつも問題になるんですけども、ヘッドライトと比べて明らかにオペラ3の方が、まあ、優れた視野を得ることができました。以前は小開胸で肺がんの手術をしたんですけども、もちろんその時も同じことです。影が少ない、機械の先がよく見える、安全で正確な手術にはまあ必須ですよね。特に胸腔鏡手術と違って開胸手術はやはり上からの無影灯が入らないので、そのためだけに胸腔鏡を使ったりして本来の目的じゃない使い方をするんですけども、それよりもですね、やはり術者の目線で明かりが入るからちょうど見下ろす感じで入る光の方が合目的で非常にいいと思います。体表の目の前にある術野の場合にはそれは無影灯とほとんど変わらないのかもしれません。明るいのは明るいです。それでもね、だからさらに深くなると開胸のさらにその奥を覗き込むようにしないと見えないようなところ、そういった時にはやはり別の光源が必要になります。まあ、その時にはヘッドライト、あるいは今日のオペラ3のようなものは非常に有用性高いと思います。今日は天井から手術の記録ビデオを撮ってましたので、確かに無影灯は入りにくかったですね。オペラ3で全然賄えましたので無影灯は必要ありませんでした。いつもと同じ手術ではあるんですけども、同じ手術であるはずなんですが、非常にスムーズにできたような感じがあります。よく見えたと、手術の手元の動きそのものが一つ一つが速くなると思いますね。よく見えることで、まずは思考の速さは変わらないんですけども、胸部外科の手術はですね、長い機械を使ってやりますから、機械の先が自分の手の感覚を持ちながらやるっていうのがコツなんですけども、やはりそこがはっきり見えるか見えないかっていうのは非常に大きいです。それ以上言葉になかなかしづらいんですけども、細かい操作になればなるほど術者は楽だと思いますね。安全で正確な手術というところには一ついいアイテムではないでしょうか。